トリムパーク金津は、福井県蕨市にある総合運動公園である。福井、堺地域を利用対象にする総合公園で、旧金津町の中央の山岳地帯の一角に位置する。JR 蕨温泉駅から徒歩15分、車で5分程度のところにある。多目的体育館は、堺地区でも大規模なもので、ここで各種スポーツの大会や演劇、公演なども開かれる。 地元の中学校の部活の練習にも使われている。略称は、トリムの3つを公園づくりの基本方針としている。多目的体育館、管理事務所多目的グラウンド、球道場遊具、広場遊具広場には、公衆トイレや自動販売機などが設置され、遊具は、大人でも楽しめるような大型な遊具が設置されており、休日は、多くの子供連れで賑わう。大型滑り台や、 飛行機型スライダー、トランポリン、ブランコ、芝生広場、砂場、ステージ、ターザンロープなどが設置されている。トリムパークからの奥側へ進むと、林や木々が立ち並びんでおり、そこに散策路や散歩道が整備されている。ペットは持ち込みは禁止されているが、奥側の山急散策路のみ持ち込みが可能となっている。他にも、 日本庭園がありそこの池には鯉などが泳いでいる。さらに進むと森の学校、芝生などがありビオトープ園にはメダカやオタマジャクシなどの稚魚がいる。また植物園には綺麗な花が咲いており風流が感じられる。第一駐車場、第三駐車場がありすべて無料。大型バス専用や障害者専用スペースも確保されている。第一点に駐車場は 体育館側にあり、第三駐車場は遊具広場側にある。ありがとうございます。